それでは、射抜き言葉について説明をします。まず、これを見てください。け形です。け形は別の動画でも紹介しています。それを見てください。け形に、て、います。で、現在進行、継続の表現があります。この射抜き言葉は、1グループ、2グループ、3グループ、 すべて同じ形をとります。て形にてますをつけると、この居抜き言葉になります。では実際にこの表を見ます。ています。歩きますが歩いています。見ますが見ています。しますがしています。このように変わります。これは 現在進行継続の表現です。しかし、犬き言葉は、歩いていますが、歩いてます。見ていますが、見てます。していますが、してます。このように変わります。使用例を見ます。今、どこにいますか今、公園を歩いてますよ。 正しくは今公園を歩いていますよ。これが正しいです。この歩いていますは現在進行の表現です。今公園にいます。そして歩きます。歩いています。と言っています。次に私はあの映画を全部見てます。正しくは見ています。 しかし、この、見ていますが、見てますに変わります。この、見てますは、継続、状態を表す表現です。次に、掃除をしてるんだけど、手伝ってくれるこれも、しています、ですが、してるんだけど、と、意がない表現です。これは、現在進行の表現です。 次に、犬き言葉の特徴です。犬き言葉は、交互的な表現として使います。日常会話、友達と話すような時、このような時に非常によく使います。そして、省略表現です。この省略表現も非常によく使っています。 この交互的な表現、省略表現というのは似たような意味があります。次に、このてますよりもていますの方が丁寧です。ですので、丁寧な表現を使うときにはあまり使いません。次に、ら抜き言葉より失礼ではありません。 ラぬき言葉は他の動画でも紹介しています。ラぬき言葉は非常に失礼な意味、不愉快な意味がありますが、このいぬき言葉はそれほど失礼だと感じる人はいません。しかし、丁寧な表現はていますの方です。 犬き言葉を使っていい場面というのは日常会話などです。友達と話すときや普段誰かと話すときはこの犬き言葉を使ってもいいです。しかし使ってはいけない場面というのもあります。日本語のテストをするようなときこのような場面では あまり居抜き言葉は使わない方がいいでしょう。そして、丁寧な表現を使うときです。自分の上司、先輩、目上の人、このような人と話すときは、あまり使わない方がいいでしょう。ただし、だぬき言葉より失礼だと感じる人は多くありません。 そして正式な場面です。例えば面接の時、または会社の会議のような時、このような時にはあまり使わない方がいいでしょう。ただし、このラ抜き言葉よりも失礼ではありませんので、使うこともあると思います。それではこちらから、 一緒に発音して練習しましょう。それでは、後に続いて。今、どこにいますか今どこにいますか、今公園を歩いてますよ。 私はあの映画を全部見てます。掃除をしてるんだけど手伝ってくれる 掃除をしているんだけど手伝ってくれるそれでは皆さん、できましたか